おー待てる待てる、あーいいっすね負けかこれごめんなさいごめんなさいごめんなさい、モコモコしますねあーそうロリコンちゃん松尾です。ジャムシャニカイドです。サーカスです。グスリープ金子です。ありがとうございます。恐縮です。今日は宿敵2回とかいますからこの辺はね、宿題を免れたと思います、ね、見ましたよいないんでよかったんですよやってこないんだからいないからやってこなかったわけじゃないの、宿題ね。でね、足つぼ、足つぼ、はい、痛ければ痛いほど好きだっていう多分悶絶はないと思いますね、僕は。らしいですよ。すごくないこの自信、あれだけのことを見ていやでもね、このさっきのさ、MK さんでもそうやけど悪くないですよ、健康には自信ありますよってボロボロやったんや、うん、分からんぞ、分からんぞ。開始5分経たずで認めてましたからね、もう悪いことこれもう動画の見せ場を作ろうと思って、こう、あー感じがもう一生いっぱいに持ち込みますんでじゃあ、今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。行ってみよう。松尾道中記。車輪したんですか、そういえば。受けたいですよね。車輪したいですか。受けたいですよ、ね、あ、やっぱりこう、来たからには車輪、車輪、左の今の極まない、はい、極まない車輪、極まない車輪で、極まない車輪で。大車輪どんなイメージですか。いや、ちょっとこう考えちゃいますよね。でも本当は受けたい気持ちもある。受けたね、はい、見てても分かんないですよね、どんなんか。そうなんですよね。じゃちょっと怖い。なんか般若心経流れて。そうなん。何が回ってるんですかって感じですよ、ね。何が回ってるか分かりません。受けたら分かります。受けたら分かる。マジで回る。大車輪。受けたら分かります。そういうことなんですね。そうそうそう、なんであれ回ってるのかなって。そうそう。受けたら本人にしか感じられないんですよ、あの回ってる感じは。なるほど、そういうことなんですね。そうそう。松尾道中記。さっきの左の首に当たる部分ですね、はい、若干痛みが残っていることだったのでちょっとそこを取っていきたい。はい、坂瀬さん、大車輪行くとき大車輪で行ってくださいね。面白いね、首が結構冷えてる、冷たかったので、はい、そこをちょっと。あ、でもこれ冷えてる原因分かりましたこれ。何ですか。パソコン仕事して、はい、こう疲れたら眠くなると氷をいつもここに乗っけてるんですよ、後頭部に。結構な時間置いてるんだよ。関係ないですかね。そうそう、それ、あ、関係ないですね、はい、すいませんでした、はい、その時は冷たいかもしれないですけど。こんにちは、松尾です。そうですよ、ニコです。はじめまして。はじめまして。マーク。はじめましてじゃない、お久しぶりなの。気持ちいい服。はい、お久しぶりです。いや、結構痛いですね。あ、結構痛い。ね、ご活躍見ております。あ、ありがとうございます。嬉しいです。ね、カニ送りました。うん、そうなんです、すごいこんな大きい蟹を。可愛い声してるな、はい、可愛い声してましたね。何がでかいのかっていうコメントが一回来てました。来てましたね。ある意味たまらんですね。たまらんですね。想像するのはまたなんともオツですな。何言ってんだ俺。奥さん見てますか。奥さん違うのよ。違うよ違うよ、奥さんですよ。違うよ。では、はい、はい、したいと思います。はい。今日は美容大車輪。大車輪。漢字財宝作業時半夜腹みたい。はい。はい。はい、初めてですよね。初めてです。めちゃくちゃ緊張してます。いいじゃないですか。緊張してるそうです。はい。あ僕も緊張してます。いや僕も。おお。回ってますね。いや、回りますね。なんすかこれ。大車輪です。これが噂の。大車輪です。絶妙な指の動きですねこれ。すごいですね。微妙に痛くないですか。いや、痛いですけど回りますね。回ってます。ああ、感覚分かりません。分かります。
喋り勇気すごいですね。痛いですけど、なんかなんですか。ああ、あ何が痛いの。大車輪。大車輪。なんか安らかな顔する。昇天してる大車輪ね。あ。いや、何何があったんですか。いやいや、まあ大車輪ですよこれ。サーカスでなんか変なスイッチを押してました。ああ、金子先生が壊れてしまった。いや、すごいですね。独特っすねこれ。いや、そうでしょ。はい、はい、本当に。しかもなんか痛いんだこれ。痛いの。いや、痛いんですけど、ね、なんすか、痛みの中にこう、おおリアクションが面白い。あ、そこ痛い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 。そこ痛い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 。そこ痛い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 。そこ痛い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 。頭痛とかは出ない。頭痛はないんですよね。これ首回してるんですか。首は、はい、あ、首に大車輪。え、今のな筋肉なんですか。筋、そうです、そうです、筋肉ですね。はあ、気持ちよかったですか。どうですか、初大車輪。いや、あの、噛むようですね。なんて表現していいか。いや、本当にあの表現難しいです。痛いんですけど、はい、なんか気持ちいいのもあるし。回ってるの分かりました。いや、回ってますね。これか、お、絶妙ですよ、この指の動き。ありがとうございます。あの大車輪カットイン通り回ってますよね、ちゃんと。はい、あの通りです。あの通り、はい、お経が聞こえてきそうです。立ち上がるともっと体感できます。ちょっと立ち上がってみていいですか。全部見てください。なんかね、本当だ、すっきりしますよね。待ってる待ってる回ってますよこれ。本当だ、回ってる。何や、起きると回ってます。何やって大車輪ね。大車輪、はい、回ってるでしょ。回ってる回ってる。回ってますね。お経聞こえそうですよ。いや、お経は演出です。演出です。そうです。いや、あれですか、ザ・マジックアワーに出てました。え、西だった。落ち武者の役じゃないですか。違った。あ、少し賞金戻ってみました。いや、本当起きた瞬間余計にこう回ってる感が。すごいすごい。ありました、ありました。回るっていうか巡るというか。巡っていう。そう、そうですね。巡るって言った方が。ああ、そうだ。やった。体感できました。よかった。いや、ありがとうございます。いや、すごいっすね。すごいですね、大車輪。あれ指の動きだけでやってるんですか。ですどんな動きしてるんですか。指の動き、指の動き。まだ出てない。坂先生、王子に教えたんですか、大車輪。よろしくお願いします。企業秘密。僕だけの企業秘密。じゃあ横になってみて。はい、ね、松尾田道中記お願いします。はい、足裏行ってきます。はい、ダンボさんにも本当の足裏は痛い方が好きなので。確かに浦野さんと一緒で足の裏の皮がこう分厚いタイプなので、はい、あんまり痛くないかもしれないですね。なんか一応効かんっていうやつですよ。痛い方が好きっておっしゃってたんで、うんうん、はい。結構行かれるんです足裏。
2人の全然変えずに変えずじゃないですか、ね、相棒が、うん、だんだん強いのが好きになってたんですよ。坂田先生、今日はスペシャルコースもあるんですか？兵器はあるんですか？ありで兵器あり、はい、平均って何ですか？いや、サーカススペシャルがあるんですよ。いつ来るか分かんないですよ。では、はい、きますね。あの、道具は使わないですよね。道具、棒とか使う人いるじゃないですか。それはないと思います。あ、それはないですよ。肉叩き使います。え、ギザギザになったハンマーのやつ。それがあの、ちょっととんかつの前に叩く、とんかつ、とんかつ叩く。怖い、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 怖い。まあ、でも、あれでしょ、準備運動でしょ、これ。そう、準備運動。このゴリゴリしてる感じがなくなるので、はい、これが老廃物ですね。はい、全然なんともなさそうやね、やっぱ。痛いぐらいが好きって言うと思うね、足つぼ。そうですね、本当に痛いのが好きなんで。マジか。はい、できます。お願いします。はい、もう頭頂、はい。うわー、出た。これはサッカー先生無理だわ。無反応やもん。いや、痛気持ちいいっすね。これがちょっとおるんや。同じ人がおったんやね。これはもう戦うのってね、俺手近くにおるバーンとか叩きやすい人だ。が、側頭。あ、そこはちょっと痛いかもしれないです。そんなもんね。そのもん。これだって慣れとかの問題じゃないでしょ。多少はでもありますね。多少あるにしてもですよ、痛みのレベルがすごいんでしょ、そう、足つぼって。でも本当痛くないのか、痛くない、気持ちよく。マジ、はい、あ、二回はさなきゃやったことないですね。やったことない。だからなんですね。いやいや、無理でしょって言ってるんですよ。あ、そうです、うん、痛いから無理。 やってみたら分かる。いや、うんこ漏れるけど。うんこ漏れていいんやったらするけど。絶対うんこ漏れる。結構気持ちいいって方多いですよ。なんかやってるうちにだんだん強いのが好きになってったんですよ。最初はやっぱり嫌でしたけど。マジか。これどこですか？下垂体。下垂体。うん、ですね。で、ここは目ですね。あ、目結構痛いですね。あ、痛い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 。でも冷静です。冷静ですよ。うん。どうした？本命ですね。隠れ隠れ。これ背中が吸い玉よりもこっちの方が痛いと思うんだけど。いや、本当に背中の吸い玉痛かったですね。あの腰のあたりが本当に。そんな冷静にいけるんですね。が甲状腺です。はい。あー、いいですね。おお、そやろ。もうダメだ。逆に。好きな人はそうあるのか。そうですね。ダメだ。会話ここは泣いたな。僧帽筋、肺ですね。はい。あ、いっちゃいましたね。何それ。いいです。いいですね。あ、すごい気持ちいいです。いいじゃん。え、無反応。そうです。リラクゼーションですよ。本当に強いですね。リラクゼーションですね。あ、本当に気持ちいい。これはサーカス。の負けか、これ。こんなことがあると気持ちいいですか。はい、すごい気持ちいいです。痛気持ちいいです。マジか。で、腸ね。はい。いや、痛い。痛いですよ。痛いけど気持ちいい。はい、痛いけど気持ちいいです。すいません。いや、これだからもう十分もさっきのであるな。吸い玉の方が痛い。吸い玉痛かったですね。吸い玉が痛いと思うけどな、俺は。
僕もどっちも痛いんで、なんとも言えないですけど。あー、気持ちいいですね。本当に安らかな感じ。左の方がね。あー、本当に気持ちいい。幸せ。腎臓。あ、ほら、痛い、それずるい、ずるいっす、それずるいっす、ずるいっす、棒じゃないっす、いやいや、もうこれがもう真骨頂です。いやいやいや、あ、ありがとうございます。これはもう痛いって言うまでやります。そうですね、裸の大将と一緒ですから、おむすびをもらえないことはないんだな。もらえるまで一緒に。体が結構痛いですね。そこ生殖器でしたっけ。腰です。腰か、はあ、やっぱ腰が悪いですね。腰悪いですね。それ痛いですよね。あ、生殖器はかかとでしたっけ。あ、そうです。でも痛いって言っても棒で押してもあの程度ですよね。そうです。もうやめさせようとするぐらい痛い。死ぬほど痛い。ちょっと待って、こっちがやっぱり死ぬほど痛いです。これは目ですよね、目ですよ、絶対目ですよ。サーカスって言ってましたもんね、痛いです。いや、もう痛かったっすね。カツオタドウチキ、だいぶスッキリはしましたね。じゃあ、左足にいきますね。お願いします。こんな質問初めてですね。左足が痛いってパターンもありますからね。まあでも大体同じようなもんですか。いやでも左の方が痛い方が多いですよね。あ、そうなんですね。はい、ではいきますね。お願いします。あ、右よりは痛いかもしれないですね。確かに、ね、小学生とかだったら大きい。速度痛いです、痛いです、痛いです、痛いです。これもうちのこと言ってもらえたかな。あ、そう、でかいのね。意外と側頭部ですか。はい、側頭部がわりかし痛いですね。痛くてもそんなもんなんですね。強いですね。でっかい。でっかいですよ。小3。小3。おお、それは。お。ちょっとね。横もでかいですよ。横もだ。で、今の今日痛かったです。今の。35キロ。違う。下垂体ですね。それは横、あんだけでかかったらもう。あ、痛い、やっぱ痛い。そこ痛い、そこ痛い、痛い。いや、なんで？え？ようやく来ました。やっと来たぞ。首。今のところ何ですか？下垂体。下垂体。下垂体、はい。もう一回下垂体おかわりいいですか。いやー、ちょっと待って、ごめんなさい、もう一回言ったほうがいい。ごめんなさい、本当に。はい、いや、なんでそこ痛いの。右痛くなかったっすよね、そんな。目です。あ、痛い、それも痛い。ダメだ。なんで痛くないんだろう。うわ、痛え。目ですね。本当だ、お前と。いや、珍しいくらい。だいたい左の方が痛いってすごいんですか。左、そうですね、左に重心があって左の方がこう、はい、まあ、筋肉的な疲労も重なってっていうのがありますね。はい、ああ。でっけえマスクに見える。耳。はい。あ、ここ甲状腺。あ、甲状腺、はい。あ、でも全体的に右より痛いっす。すごいな。多分もうそこ指クリアしたんであと大丈夫っすね。松尾田道中。はい、どうもありがとうございました。でですね、立っていただくと結構足のつき方が変わるんで、はい、おお。
幸せです。ありがとうございます。ポカポカします、足ポカポカしますね。僕ありがとうございました。松尾田道中記、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうありがとうございました。ソルコースで、ありがとうございました。楽しかったですね。はい、でも結構痛がってましたね。ええー、なんだかんだやっぱいいところに来ると痛いのはあったっていうことですね。そうですね、水玉これから勉強していってですね、コンテンツですね、うんうんうん、作れればなっていうのは本当に思います。なんかスイナとかにね取り入れて、そうですね、今スイナも勉強してるので、うん、はい、いいと思います。はい、金子先生のチャンネルも、はい、神田さんのチャンネルも全部貼っておきます。全部貼ってます、見てください。全部貼ってますから。本当に、はい、今日はもう本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。そして松尾コースの詳細もね、はい、説明欄からそうでした、お問い合わせをいただいて、松尾コースはそうでした、はい、1万7000円が初回6880円、はい、それで2回目以降も1万円で受けれます。はい、そうです。で、初回で足つぼつける場合はプラス3000円ということになれば、1万円握りしめてくれば、はい、とりあえずは水玉、針、足つぼが受けられるということになっております。はい、これは安いですね。そんな安いサーカスないですよね。サーカスハモってしまいました。チャンネル登録お願いします。さよなら、いきましょうか。はい、せーの、Good sleep。 あ、振らなくていいですか。あ、そうやったそうやったじゃない。次で振りましょうか、じゃあ今回特別にスキップしとく。次の、そっちの動画で、あっちの動画のエンディングでやりましょうか。カンナ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 、目の浜と天神で、カンナ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 、美容針と水玉を、カンナ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 、体の悩みにさよなら、あなたの知らないあなたに会える一二カンナ。これでいっぱい魚も釣れそうですね。うちが蟹ですから。ハマちゃんですから。でも最初ハマちゃんやけど、後の釣る蟹にしてはスーさんになっちゃった。もっと侵入したでしょうね。そうですね、いけなわけないから。あー、そう、いや、よく出てきましたね。芸能情報になった時だけ喋る。芸能情報詳しい。そういう時だけ喋るの。